はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、PS4 版実況パワフルプロ野球2016を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりといきましょうね。まあ、いよいよね、ペナントを今回やろうかなと思ってます。もちろん選択するチームはね、阪神タイガースでね、宴会ナインもね、やってくれと言われてるんで、ちょろっとね、やりました。そしたらね、なんかね、最初の練習試合でね、5回コールド10対0で負けましたよ。甲子園なんて簡単に出れないでしょ、これ。まあ、いずれやりますんで、はい。今回ね、ペナントやります。またね、PS4 で撮ってるんで、だから3回区切りでね、中断しないといけないんでね。さて、初めからですね。選択するチームは阪神タイガースね。これなんだこれ、チーム参加阪神ね、ちょっと分かってないで。選択するチームは阪神タイガースね。普通でいいよね、ルールはね。まあこれでいいでしょう。これ2軍の選手もね、1軍と2軍の選手決められるんですね。最近ね、僕プロ野球の方あまり見てないんでね、今回もね、新聞を朝刊をね、取ってきて見てるんですけど、まあ、ヘイグとかね、使われてませんよね。昨日の試合はね、ゴメスもね、代打で出てるんですよね。調子悪いんですかね。まあ、デフォルトでいきましょうかね、最初はね。2軍の選手はね、ほとんどしませんね。はい。さて、いよいよペナントレース開幕です。まず最初に1年の流れを説明します。この辺はね、一応分かってます。最近見てないといえども、一応野球人のね、端くれですから分かってますよ。なんだ、練習機材購入、まあ、この辺りはよく分かりませんが、まあ、いずれ分かるようになるでしょう。まあね、ダイジェストモードがあれば一番いいんですけどね。あるんですかね、プロスピンみたいなね。まあ、ここら辺りはね、スキップしていきますけど、大丈夫でしょう、おそらく。大丈夫かどうかわからないけど。パワフルスポーツの時間です。短いね、それだけかよ。さて、開幕戦ドラゴンズですか。あ、今日阪神タイガース対ドラゴンズ戦ですよね。試合ちょっとね、記録室じゃないや、システムをね、見ておきましょうね。ちょっといじってるんで、オプション設定ね、これはね、一応ロックオンやっときます。今回からね、ロックオンしますんで、レベル3でもう全然打てないんでね。あとはデジタルスピードをゆっくりにしたぐらいですかね。あとは変えてませんね。これでいいでしょう。はい。さて、試合へ行きましょうね。開幕戦通常試合行きましょう。1番北条、2番大和、3番最強バッター福留、4番ゴメス、5番原口、6番ヘイグ。ヘイグっていうのがね、あまり活躍しないでまだいるんですかね。よくわからないんですけど、高山、鳥谷、メッセンジャーね。開幕試合はね、藤波くんで行きたいんだけどな。あ、藤波くん絶好調じゃん。変えましょうね。よし、これでね、確証を期していきましょう。 OK、 試合開始。今ね、セリーグの成績ね、1位広島、2位巨人、3位 DeNA、 4位ヤクルト、阪神、5位阪神、6位中日ですよ。阪神5位ですか。54勝66敗、そんな負け越してるんですね。いつの間にかに。あ、これ投手視点やね。一応両方やってみたんですけど、普通の視点の方がね、デフォルトの視点の方がね、やりやすいかなっていう感じがあるんですよね、慣れたらね。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは大島。これ直しましょうね、次はね。アウトコース低めストライク、まずは決めてきました。投げました、打った。お、取れる、取らないと
ファウルボール。1球外してボール。カウントは1ボール2ストライクです。打ちました。次は5球目。打った。なかなか打ち取れないね。第6球を投げました。打ちました。打球はセカンドの左。危ない。ナイス。北条華麗にさばいてワンアウト。ちょっとね、これでワンアウト。投手視点のがやりにくいんですよね。第1球投げました。初球流し打ち。あ、全然違うところ。ってまずいな。またまずいプレー見せてる。ボールは中継。荒木、いいバッティングを見せました。タイガース先制のピンチを迎えます。参ったな。何いたしませんね。ネクストバッターサークルにはビシエド。第2球打ちました。1、2塁間のゴロ。北条取った。1塁送球アウト。タイガースなおもピンチが続きます。ビシエド知りませんね。第1球投げた。見送ってストライク。第2球ボール。これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。次が4球目。ボール球でね、振らせましょう。マジで入れば先制だ。伸びた。ホームランですね。レフト見送った。ホームラン。いきなりやられたか。バッターは5番。ちょっとやっぱこの投手視点はね、難しいんですよ。言い訳を言うとね、平田君はね、結構ね有名で、ウイレが上手くて有名ですよね。変化球にキレがブログの記事にもね書いたことあるんですけど、少女漫画とかね、ゲームが好きらしいですね、平田君はね。だから応援してるんですけど、僕はね。投げました。危ない球。第6球を投げました。外れてフォアボールか。バッターは6番ちょっとこれ投げにくいな。打たせましょうね。低めストライク。第2球投げました。カットボール決まってストライク。振ってくれない。投げました。156キロ直球。いきなり点取られたら追いつけないよね。これからタイガースの攻撃に入ります。追いつけないと思うな。トップバッターは北条。まあ、基本ストレート狙いでね、いきますけど。打った。1、2塁歓迎。荒木ボールを取る。アウト。2点のビハインドはきついですね。相手ピッチャー大野。大野も投げた。甘い。三塁線。いい当たりです。これロックオンしたからね、少しは打てると思うんですけどね。抜けた。打てますよね、初期設定よりかはね。さ、最強バッター福留。第1球打ちました。あ、カンカン。第2球投げた。お、来たね。入れば同点だ。抜けたね。超えた。帰ってこい。北条帰ってこい。北条じゃないか。1点入りましたね。1点返した。チャンスあるね。打てるね。ロックオンしたら。ゴメス。ゴメス。タイガース1打同点。あ、これ打てるわ。打てますね。これ戻らないとダメだ。取りました。ちょっと戻れ。走れ。危ない。これで2アウト。ランナーは出て変わりません。第1球インコース低めボール。第2球打ちました。これ落ちて落ちろ。落ちた。待ってこい。バックホームする。もうすごい硬いの。平田入ったの。同点や。これちゃん、あれですね、勝負になりますね。バッターは6番ヘイグ。ヘイグ第1球初球。あ、打てるわこれ。ロックオンしたら全然違いますね。ヘイグ、いいバッティングを見せました。タイガース勝ち越しのチャンスを迎えます。初球空振りからインコース引っ張った。おー、これはね結構打てますよ。高山ナイスバッティングです。鳥谷は今年不調ですからね。第2球打った。ライトの右。あー、ファールか。ついてないな。第3球打ったに当たりだ。抜けた。止まりませんよこれ。ちょっとロックオンしたら簡単すぎるような感じするな。バッターはピッチャー藤波。第1球危ない球。第2球投げた。打ちました。藤波打ったよ。ライト方向へ取られるね。取ってこれで3アウトチェンジ。回が終了。まさかの打撃戦ですね。2回の表これからドラゴンズの攻撃に入ります。ピッチングもねビシッとしないとね。第2球投げた。2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。インコース高め。なかなかねボールを振ってくれないんだよねこれね。2ストライク変化球。オッケー、ナイス三振。2者連続三振になりました。打たせるピッチングをしたいんだよね。僕はゲームではね打たせるピッチングが好きなんで。投げました。見送ってストライク。なかなか振ってくれないよね。156キロ直球。実際ね、中学の時はね、前も言いましたけど4番でエースだったんで、
ピッチングはね、もう本当コントロールが悪くてね、三振狙いに行ってましたね。うん、第2球よくね、あのチームメイトに打たせていけって言われましたね。第3球を投げました。低め、空振り三振。でもね、高校に入ってからね、本当に野球に関してはいい思い出がね、一つもないですよ。タイガース、この回1番からの高打順になります。右バッターボックス。結構ね、野球ゲームとかやってたら思い出すんですよね、昔のことをね。中学までは本当に楽しい野球生活だったんですけどね、高校からはね、本当にいい思い出ないですね。そんな話どうでもいいですね。栄冠ナインとかやってたら、でもそんな話がゴロゴロ出てきそうな感じがするんですよね。どうですかね、そういうのはね。僕のぼやきというかね、高校時代はね、悩みに悩んだ時期があったんでね、第3球を投げた。そんな甘いもんじゃないですよ。最後はキレのある変化球。ドラゴンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは大島。大島バッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打たせたいんだよね、この辺ね。打った。これ落ちたね。落ち、取るやろ。センターヤマスだろ。いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。低めのボール引っ掛けた、ショート右横のフライになりました。取りました。二塁三塁。アラキーだったらバントしないのか。ランナーは一塁。何言ったら外人やね。第9球。ストレートから入りたくはないよね、外人相手。第2球。投げた。高め決まってストライク。軽く。あ、もうボール球で。三振。走ったね。送球間に合うか。よく走られるんだよね。走られたらね、100% セーフですね。今までね。これホームラン打たれたんですかね。下回ってない。これツーシームね。投げた。これは引っ掛けた。よし、オッケー。ツーシーム打たせることできそうだね。うん、ちょっと動くから。これで3アウト。藤波2アウト2塁。立ち直ってきましたよ、藤波君。ごめん。一発ホームラン打て。先頭バッターはゴメス打ちました。フォークか。第2球投げた。打ちました。変化球は打てないね。ロックオンでね。セカンドから一塁送球。ストレートは結構ね、曖昧でも曖昧というか、結構ね、あの第二球いい加減でも当たりますね。あっと引っ掛けた。変化球は打てないな、ロックオンで。サードから一塁送球。あっと送球それた。ストレート狙いがいい感じですね。第球投げた。フォークボール打てないよ。ボテボテのショートゴロ。どの上取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。これはね、締まった試合になってきましたよ。大阪から試合はこれから中盤4回に入ります。ここでね、一旦切ります。投げた。危ない球。次は4球目。投げた。打ちました。うーん、ダメだ。荒木ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番、さて福留。今日はここまで3打数2安打。同点だからね。投げた。初球。よし、ナイスバッティング。抜けた。ここはね、点取りたいですね。福留、ナイスバッティング。打順もいいんで。さあ、ワンアウトから。ごめんす。第9ノーヒットですね。投球これから2球目。ガキン。マジか。今ど真ん中だったよ。ど真ん中ゲッツーか。3アウトチェンジ。厳しい。今日2回目の閉鎖。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に。投手変えますね。うん、中継ぎはね、安藤あたりですかね。安藤ってかなり年ですけどね。まあ、頼りないですよね、この辺のね。高橋って知らないな。まあ、榎田行きましょう。うん、この辺抑えられるかな、不安だな。スラーブ、そしてシュートもあるんですね。左右の揺さぶりと。よし、 OK。 打たせるバッティングでね、行くしかないですよね。藤波と違ってね、球威がないんで。第2球投げました。ストライク、 OK。 これでも一応ボールになるスラーブで、危ない球。うん、ここでね、全力ストレートボール球で振ってくれたいんで。ストライクだね。よし、ナイスボール。平田、第9、ここに手出してほしいんだよね、1球目から。初球打ってきた。ピッチャーの位置抜けた。ちょっとね、守備がちょっと不安ですね。いいバッティングを見せ、
まずは一塁牽制、一塁、まあ、平田くんは走らないか。ファーストランナーをちらっと見て第9投げました。外角に送って、カットボールが3もあるんだ。投げた、外角球、空振り。これボール球ね、ボール振らないよね。これもボール球で投げた、高めボール球打った、サード左横のフライになりました。サードキャンパス後方、ボールを掴みました。どの上、まあ、この辺カットボールで、投げた、アウトロー。カットボールでも外から、ね、右バッターの外から攻めるっていうのはあんまりないと思うんですけどね。流し打ち、オッケーオッケー。第3球をボール球ね、ボール、うん、見せておいて、低め、カウント1ボール2ストライク。これもボール球で、オッケー。空振り三振、8回福谷降板。さて打たないとね、原口。この回のトップバッター、ナイバッティング、ナイスセンター返しね。原口ナイスバッティングです。ヘイグ、ここはバントに。ヘイグもね、そんな打ってない。来たね、来たね。これこの回点入れないと。ヘイグ2塁け、2塁やばいよ。よし、ツーベースヒットを放ちました。これは打たないといけませんね。高山、新人高山。第2球打った、これはね、進塁できないね。今の当たりじゃ、ランナーは二塁三塁変わりません。取り、守備でね、ちょっと失敗してるから戻って、これは犠牲フライになるか。取りました、走れ走れ走れ、よし、勝ち越し、勝ち越し、手に汗握る展開ですね。バッターはピッチャー、榎田変えなくていいか。変えないとダメだよ。代打だよね、あまり変えたくないんだけどな。普通は変えるよね。西岡かな、ね、代打は西岡。第2球投げた、打ちました、ファールボール。打てないと思うんだよな。第3球を投げました、あ、ボール。145キロ直球、やっぱ変えるべきじゃなかった。西岡、全くタイミングが合いません。ここはピッチャーに軍配が上がりました。あ、そうだ、9回か、9回なんだ。もう変えてよかったね。何言ってんだ俺は。ピッチャーね、抑えの切り札、マテオが不調ですね。まあマテオでいきましょうね。今抑えの切り札誰なんですかね、阪神。マテオならね、抑えられると思いますよ。スライダー、ハイスライダーかな、これ143キロ、いいでしょう。9回に入ります。先頭バッター8番からなんでね、抑えたいですね。この辺り引っ掛けてくれないかな。外角外れてボール、これは完全なボール球。投げました、打った、引っ張った、あ、危ない。第3球を投げました、あ、危ない、ど真ん中行ったよ。追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、打球は左中間に。あ、これダメだね、打たれた。ボールは中継、桂いいバッティングを見せました。胃が痛い、胃が痛いよ。第9投げた、危ない、危ないな、これ。第2球バントさせ、あーっと、ショーフライになった。取れる、よし、OK。ファールグラウンドで取りました。送りバントは失敗に終わりました。一番やね。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。真ん中。初球引っ張った。マジで。マジですか、これ。大島、いいバッティングを見せました。これは逆転のピンチですよ。逆転のピンチを迎えます。逆転のピンチですよ、これ。荒木。前進守備をしてます。やばいね、これ。V スライダーってなんだろうね、これ。第9投げた、アウトローに、うん、タイムガスボールだね、これね。ツーシームでね、引っ掛けてほしいんだよね。これもうボール球で。第3球を顔の前通過。第4球はボール。カウントは2ボール、これでね、2ストライク。勝負ですよね。打ちました。北条、前進守備してるんだ。ボールは中継。あ、無理だよね、同点だ。最終回で追いつかれました。最終回で追いつかれまあ、いろいろとミスが多いですね。ネクストバッターサークルに全然すら変えらないもん、ピッチャー。投げた、ストライク。投球は3球目、投げました、ボール。カウンター2ボール、ワンストライクです。投げました、ど真ん中に。やられたわ、レフトバック、やられたわ、直撃。ボールは中継。まあ最初から勝ったら面白くないですもんね、負けてもいいかなと。ひどいね、マテオは。マテオはね、もう守護神失格だな、これは。星が待ってるしね。
決まった、ストライク。一人相撲だね。第2球投げました。2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。ヘイグ、守備がね、これはサード間に合いません。なんか中途半端なところに行くんでね。投げた。高速スライダー、ボール。カウントはワンボール、ツーストライクです。ボール。カウントはツーボール、ツーストライク。投げた。打った。またやれた。ファール。スタンドに入りました。ファール。ちょバテできましたね、待てをね。さあ、7球目。やっぱあんなところ行ったらダメだ。どうだ。簡単に跳ね返されたね。ワンバウンドヒットになる。ボールは中継。ドラゴンズ、さらに1点追加。7対4。ちょっと何やってんだこいつ。ピッチャー交代ね。宇治川できましょう、うん、ダメだこのマトウっていうのは。もう守護神失格やね。開幕試合からねこんな緊張感のないねピッチングしてたらダメですよ。だからね外人を引っ張ってきたいね。平田くんもね燃えてるんでね。危ない球。第3球を投げた。3球目ストライク。火の玉ストレートで決めてくれよ。ボール。カウントは2ボール。火の玉ストレートで。投球これから5球目。ボール。わずかに外れました。ボールカウント3ボール2ストライク。打ちました。ファール。投げました。打った。カーブも打たれるし。止まらない中日打線。平田ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。ストライク。全然止まらないね。第2球投げました。見送ってボール。外れてワンボールワンストライク。投げました。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第5球投げました。落ちました。こういう時はねもう外に投げました。ビシッと打ちました。宇宙間へ持っていきましたがヒット。取れないんだ。ホームへボールが点々と転がっている。ドラゴンズリードを4点に広げます。ドラゴンズこれは苦しいね。9対4止まらないよ。ワンアウトランナー2塁となりまして、堂上今日はここまで4打数1安打3三振。ストレートはストライク。軽く追い込んでまいりました。打った。投げた。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。高め。ストレートは外れてボール。大きく外れました。カウントは2ボール。なんであんな打たれるの。ライト下がった。ヒットになります。指示が分かんのかな。そのままホームへ向かった。ちょっとな止まらないな。ドラゴンズさらに1点追加。10対4。ここで打者1巡してバッターは桂。マジですかこれ。ちょっと打ち損じてほしいな。まずは決めてきました。投げた。スプリット空振り。打たれ出したら止まらないね。第3球を投げた。打ちました。ショート右横のゴロ。なんでこんな守備がねうまくいかないな。桂いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。初球空振り。投球これから2球目。見送って無言になってますけど申し訳ないです。追い込んで投げました。ピッチャーのね打たれる心理っていうのはこんなもんです。ライトへ上がった。掴みました。2塁はどうか、ね、これで現役時代を思い出します。僕もね打たれ出したらね止まらないタイプだった。精神力全然なかったんで。投げました。もう当時はね思い出しながらやってますよ中学時代はね。もうね頭がねテンパって止まらないんですよ、ね、こういう時って全然止まらないな本当に。ゲームといえどもね。ドラゴンズリードを7点に広げます。大島タイムリーツーベース。タイガースなおもピンチが続きます。第9何投げてもね打たれる感じねこれ。俺自分もねそういうピッチャーだったんでね低め思い出しますね。これで追い込みました。追い込んでから俺ボール球でいいからね本当に。打った流し打ち。守備がねちょっと第4球を投げました。危ない球。第5球投げた。オッケーやっと三振。三振に仕留めました。9回の表も取られたこれから岡田降板。まあネタ的には良かったかな。タイガース、この回長からの高打順無理だねこれはね。先頭バッターは野手もねやる気を失いますよあれだけピッチャーがね一人ズームしたらね。打ったセカンドの右一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番ビアマ。下半身ね開幕戦勝ちましたかね覚えてないですね。第2球投げた。ボールカウンター2ボール。第3球を投げた。甘い引っ張った。3塁線惜しくも切れてファール。決まったストライク。
第5球投げた縦のカーブ、パープルで疲れてきたね。バッターは3番福留、疲れてきた。最後のバッターになるのか福留、最強バッター福留。第2球投げました、まあ、頭からもうダメだね。もう福留もやる気がなくなってきてね、雑になってきたね。危ない球。第4球を投げました、打ちました、アチラ取った。終了だ、試合終了、アウト、試合終了。初戦敗れてしまいました、ちょっとね、あのマテオが、ね、計算外というか想定外というかね。さて本日の抑えとかね、補強しないとダメだな。19アンダー、こっちもね14アンダー打ってるんですよね。あと守備のミスがね目立ちましたね今回ね、ファンの人数もね550人減ってしまいました。というわけで今回ねこれで終了します。まあペナントねやっていくか分かりませんけど、まあ、A館9ねそろそろ始めようかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。